お殿様がお座りになるわけですね。お殿様の前の二の間、三の間、四の間、この二の間、三の間、お侍さんの格によって座る場所は決められてくるわけですね。当然、お殿様の前に二の間に座るのは土佐藩の家老職11家老ぐらいがここに座っただろうということは容易に想像つくわけでございますね。お殿様の座る右側に付け書院、あそこで字を書いたら何たるする付け書院がございます。だから付け書院の名前をもじって書院作りというわけでございますね。書院作りの特徴は先ほども言いましたように武士の身分制度を表したような作りを書院作りというわけでございますね。この正面、違い棚の前の化粧ぶすま、化粧ぶすまが俗に頂戴構え、武者隠しというわけですね。あの中にお殿様がここお座りになりますと警護の者が中に入ってじっと話を聞いておったということがそのように何かあった時に住んでってことですね。控え塀、工事場の特徴の一つは控え塀がこうあるわけですね。控え塀の上に板を乗せるとその上に人が乗って上からも攻撃できる、下の様からも攻撃できる、二段構えの戦法を取っておるのが高知城の特徴であります。